はい。えー、プロレスの楽しみの一つを予想することである、プロレス予想家のトライオーリアです。よろしくお願いします。ガオはい、どうぞよろしくお願いします。さあ、まあ4月に入ってですね、まあ今アメリカ遠征の話題で持ちきりなんですが、えー、実は4月から一つ変わったことが起こりまして、なんと4月1日から、あのさ沙織さんがスターダムに専属契約をされたということで、えー、週刊プロレス2週間前かなえー、のですね、あのー、で独占インタビュー、週刊プロレスさんからね、インタビューを受けているので、まあそちらをち ちょっと今日読んできて、えー、あのさんの実は独占専属,専属契約のちょっと内容をもう一度確認していきたいと思います。これ、あのーさんが答えてます。えー、まず経緯からお話します。去年の今頃、スターダムのリングに6年3ヶ月ぶりに上がりました。これ4.2の高羅圏ホール大会ですね。これ、あのー、びっくりしましたけど、カエリさんがね、あのー、連れてきたということなんですけども、えー、あのさん、あれから1年、去年から契約の話はいただいてました。えー、ただ、そのことにあまり実感がないというか、 ピンとこない自分がいましてそんな中で日々試合をしていてベルトに絡んだり戦いを見せてさまざまな挑戦さまざまな結果を出せたと思ってます。でこの新体制ブシロードスターダムそうなった時にもう一度お話をいただいて悩みました。本当にすごく悩んだということなんですね。えー、ですからまあ岡田さんになってもう一度あのさん えー、うちの専属になりませんかっていう話があったんですね。で、悩んだことなん、悩んで悩んだということで、 まあその悩んだ、まあ、経緯っていうのはまあ今までの自分ですよね入上京してきてからの自分でいろいろ考えたっていうところなんですけど最後はですねなんで東京にに出ててきたたのかといいう思いに立ち返って考えましたその上でしっかりステップアップのためにスターダムとの専属契約を結ぶ決断をしましたっていうことで、まあ、もう一度初心に帰ったっていうことですね東京に何度ために来たのかっていうところでね、えー、そういうところでなんですけども、えー、あのさんは実はですねあまり 専属に向いていないてな、まあ、今までなぜ専属契約をしなかったかっていうところを語ってるんですけど、えー、私は自由が好き群れるのがあまり好きではない。 フリーだけどすごいね。フリーなのにこんなに結果を出せてよかったねって言葉は去年もたくさんいただいていたんです。私自身もその言葉に対してすごく嬉しいと思う。反面、だんだんフリーという言葉に甘えてきている自分もいるって思えてきて、私フリーだからこんなに評価されるんだって思ったら、専属契約をした時の刺激、覚悟はまた違うんだろうなって。その覚悟をもっと感じていかないといけない。そうしたらまたあの沙織としての存在を伝えられるのも変わってくるのかと思って、 なのでフリーという立場に甘えるのはやめましたっていうことで普通逆だよね <laughs> 普通はその何て言うのかなあの大所属していると会社が全部やってくれてフリーになると1人でやらなきゃ全部やらなきゃいけないから大変じゃないのマネージャーがつくわけでもないし。 えー、いろんな手配は全部自分がしなきゃいけなかったり、えー、交通手段宿泊食事、えー、その辺も全部自分でやらなきゃいけないわけであのプロレスだけに集中できる状況ではないからフリーっていうのは、えーまあ、その甘えが許されないというふうに逆,な逆に捉えてるんだけどあのさんは逆に、まあ、違う意味でねフリーの甘,甘さっていうのを、えー、甘く見られてる部分をにフォーカスしているんだよね。 ただ、うん、まあ、言い方がすごくうまいなと思うし、まあ、うまいっていう表現はよくないのかもしれないんだけど、あの、まあ、どちらが絶対に楽だと思ったよね <laughs>。はっきり言うと。はっきり言うと。 あの会社に入った方が楽な部分もあるけどただ、まあ、自分にとっては、うん、自由が奪われてしまうし群れなきゃいけない団体行動をしなきゃいけないっていうところで、まあ、そういう意味では、うん、自分には苦しいところを課してるっていう表現もできるかなと思うんですよね。 難しいよねでもね確実にねお給料上がるからね <laughs> お給料は上がるし、えー、これから今見ている ROH とか出ている分にはだってさアノのさんだってねあのなんだっけ乾杯じゃなくてあの「キツネプロレス」とかさいろいろ出てるじゃん、えー、ニューヨークのやつ。でもやっぱりそこまで有名にならないんだよね。 やっぱ今日見てるとやっぱりすごいなと思うしやっぱ世界的規模とあと観衆の数 ROH だってすごいもんね。ROH でもあれだけまあペーパービュースーパーあのカードビッグマッチなんで、まあ、あれだけのお客さん入るんだけどやっぱりちょっとインパクトは違うよね。 やっぱね、なんかやっぱ大きいところに出ていかないとうーんなんか名前はは広がっていかないのかなってていいいかかななのう気はするよねうんそしてね今回一番の注目がこの契約条件なんですけどもあのおさんなんですけど一番は他の団体にも出続けたいと言ってきましたと。 うん、でこれは本当にあれがやたいことなんですけど私が言う前にブシロード側はそれを持っていてくれていて一つの枠に収まっている安藤沙織じゃなくて他の団体にも出ていることが安藤沙織の魅力だよねって言ってくださったのでそれももちろん条件の中に入っってていいましたっていうことなんですよなのでその条件を見た時に私のことをすごく分かってくれているなってすごく見てくれてるんだなって改めて思いましたなのでそれはすごく嬉しかった。 ということでえー、私自身は変わらないえー。あの沙織自身は変えていかないといけないけど、ええー、リングで見せるものは変わらないっていうことで、他の団体にも上がるんですよ。うん、でね。4月以降も出場するかって、はいって出て行きたいし、全然出ていいよと言ってくれていると。 きっとこれは私にしかできない団体の枠を超えた架け橋として私が、えー、中心でやりたい。今まで見られなかったカード交流も私を通して見せていけたらいいなってそれで女子プロレス界にとってプロレス界全体にとって盛り上がって同時に世間にも伝えていきたいっていうことなんでなるほど架け橋になる。でね今の段階で言うと4月14日に、えー、戦場に上がるんですよ。 それと4月30日のオズアカデミーにも分かる。ってことは、戦場とオズアカデミーとの架け橋になっていく。えー、スターダムは今、えー、戦場と戦場の国境っていうのはあまりないんです。一、まあ、回、この前、去年一回、えー、ナツポイさんと橋本千尋選手があったんだけど、えー、それが今後、もしかしたら広がっていく可能性もある。あとはオズアカデミーに関しては全く、えー、交流はありません、今まで。 もしかしたらこれはあのさん経由で、えー、小津アカデミーとのし、えー、スターダムの選手が行く可能性はあるまあ今回この「キャッチ・ザ・ウェーブ」にね上谷さんが出たように、えー、スターダムの選手が上がっていくっていう可能性はあると。 でね特にこの今スターダムっていうのはその、まあ、人数が非常に多いっていうのもあるしくすぶっている選手がこう上がっていく、あのー、チャンスっていうのがないわけですよね。でねもう一つ言うとベルトの数が少ないんだけど実はこれ、えー、他のところからベルトを持ってくればですね意外といけるんだよ。タイトルマッチやらせてもらえるかどうかわからないけれどもベルトが少ないじゃん。 シングルのベルトとかいつも言ってるけど、フューチャーから、で、ハイスピード、大型選手はハイスピードいけないから、フューチャーと赤、白しかないんだよ。要はもうフューチ、3年経ったら赤と白の2つしかないんだよね。だからもうやる気がない、やる気っていうのはなかなか難しいんだよ。シングルバッチ組めないんだよね。それは外から持ってくればいいんだよ。うん、外から。 うん、外のベルトを持ってくれば外でも防衛戦やってスターダムでも防衛戦やればいいんだよ。で外の団体はなかなかそんなに週に2回の興行なんて打てないからその間間で、えー、タイトルマッチをやることは可能かなと思うので、えー、スターダムにどんどん、まあ、そのくすぶっている選手たちくすぶっている選手って言い方が悪いけれども、あのー、どんどんベルトを取ってきてですねここで防衛戦をやればいいんじゃないかなと思うんですよね。 だから、まあそのまあ、今回の「キャッチ・ザ・ウェーブ」に上谷さんと矢上さんが参戦したのが非常にあのいい例だと思うんですけど、まあ、そういう路線になっていく戦場にも出るし小坂デニムにも出ていくそして、えー、AW にも出るし ROH にも出るしっていうような新日本にも出るしサーダムやっぱり人数抱えていかなきゃいけないかな逆に言うともっと持ってないといけないかもしれない。 足りなないいいぐらいかもしれない <laughs>、えー、そうするともっともっと、えー、活性化するかなというふうに思うんですよね、うん。で、もう一つ面白いこと言ってるんだけど、これね、質問者がちょっとこうなんかちょっと意地悪な質問だけど、今後、スターダム内でゼラシーを感じる選手も出てくるかもしれないですね。特別な契約ということは特別扱いと,とも取れるのでこれに質問に対して、アノさんは、そういう気持ちあるのかな 今までも私は他の選手よりもまあまあな結果を出してると思うんです。今までの所属選手や早抜きの選手が出してこなかった結果を去年1年間通して出してきた。これまたカチーンと来る選手がいるんだろうね、えー。はい。その時もジェラシーっていうのはあまり感じなかった。もしかしたらあったのかもしれないけど、言われただけで、でも直接的だったり、間接的なもので悪口とか批判は聞かれなかった。わ、えー、かんない。言われてるのかもしれないけど、その辺は結構鈍感なので、すごくいい発想ですよね。 でまあ、えー、もし言われたとしたらだからって気持ちもある <laughs> 強いねだからそんなこと言う選手はいないんじゃないですかそれぞれみんなが自分の目標に向かってると思うのでそういう選手が揃ってるからこそすごく魅力的な団体になっている、えー、それは去年1年間通して私はすごく感じているということですね なるほど。それ以上の活躍を、前がすればいいんじゃないのっていうことですよね。うん。あと、小杖の仲間ですね。仲間にはすぐに言いましたと。夏美とタムにはまず言おうと思って、他の仲のいい選手には言いましたけど、みんな私以上に喜んでくれました。と、えー、いうことで、まあ、あの、タムも夏美もこれからもよろしくねっていうことで、えー、みんな喜んでくれたということですね。あとはずっと、えー、お世話になってきたプロレス界のお父さん、お母さん。 堀田さんと尾崎さんにもお話しさせていただいて2人とも背中を押してくれた。おお尾崎さんがいいよって言ってくれたんだ。すごいね。これはちょっと心強いね。で2人とも約束したと。他にも報告した方はみんな背中を押してくださったということですね。まああとは年齢なんですね。えー、年齢も33になった。33なんだ。うん キャリアも9年10年になるのでそういった時に今まで通りじゃダメだって変化を常に見せていかないとっていうことですね。自分の変化っていうところも、まあ、今回の決断にね、えー、大きく、えー、決めた原因になってるということでしょうね。ということで、まあ、あのあ、ー、のあのさんの契約なんですけど、まあ、やっぱり特殊な契約っていうのはその他団体にも上がっていいよっていうところが一つ大きな契約だと思うんですね。でただ、あのー、これはスターダム側にもメリットがあって、えー 戦場あるいはオズアカデミーと、えー、提携してね、えー、いろんなものを見せていくことが できるこれはスターダム側にもメリットがあるんじゃないかということですねだからあのさんを経由して、えー、いろんな団体に選手を派遣することができるあるいは交流できるっていうことですよね。えー、それをまあ団体内団体間で交渉もちろんするんだけどきっかけをね、えー、作るということでであのさんに専属契約なんだけど出ていいよっていう契約をしたっていうことはやっぱり印象は非常にいいですよね。 うんまあそういうところやっぱりうまいなと思うしやっぱりそういう鎖国から開国政策にちょうど入ろうとしていた時の矢先の契約だったのでスターダム側にもメリットがあるしあのさん側にもメリットがあるし他団体にもメリットがあるということで非常にいいウィンウィンのね、えー、関係なのかなというふうに思いましたいやあのさんねただまああの14日はね出てくれないけどまあほぼほぼほぼ 毎,毎大会、あの沙織がいるっていうのは非常に嬉しいことですね。そしてこれから移動はバスに乗って一緒に行くんでしょうか。<laughs> この辺も注目したいなというふうに思います。さあ、小杉に本格的にね。 えー、参戦してくれるあの沙織さんですね。早く踊っていただきたいなというふうに思います。<laughs> 最後そこかいという感じでございます。はい、あのさん、4月から楽しみです。はい、えー、というわけでですね、ちょっとアメリカの予想もしましょうね。<laughs> アメリカの話もしなきゃいけないんですけどね、えー。あとはですね、今、ロッシーさんの団体、新団体、今、5人の対談選手プラス6人目、それとですね、7人目、8人目をですね、えー、予想しました。こ、はいえー、これをなんでかでこの2人には どういう役割があるかっていうところを、まあ、この前の会合でもね、えー、お話しされたとは思うんですが、えー、ちょっと予想したいと予想しておりますのでこれはメンバーシッププレミアムの方です。そしてメンバーシップのベーシックの方では未公開シーンということで新団体ロッシーさんの新団体の具体的な 今後の日程をですね、えー、お話をしておりますので、えー、よろしくお願いします。えー、そしてトラプロゴールドの方では、えー、アメリカ大会、そしてね、何が起こるのか、いろいろと、えー、新団体のね、対戦カードとかあ予想していきたいと思いますので、楽しみにしてください。以上でよろしくお願いします。 はいというわけで最後までご視聴ご清聴の方どうもありがとうございました。でまた次回の動画でお会いしたいと思います。アルベデーチまたなノープロレスリングノーライフトアップとさがさがさが。いやーでもねこれから毎回ノのさんがいるっていうなるとね非常にあの楽しみがまた増えるかなというふうに思います。えー、去る人もいれば入ってくる人もいるということで人生いろいろです。